子供たちが、一生懸命新聞紙を破っておりますが、新聞紙を破るという快感なんでしょうかね、そういうのをやっております。麻原公民館がやっております、子育て支援事業、地域まるごと子育て支援隊という事業、でございますが、一昨年平成19年からこういう名前にしておりますが、実際に、吉本先生にやっていただいておるのは、昨年からでございます。今日出席しておる、保護者の方、9組来ておられますが、実際に麻原の方は2組、それから久島の方も2組です。あとはもう他の地域の方でございます。このように非常に子どもが少ないような状況で、保護者の方非常に子育てに不安を抱えておられるということで、これをなんとか支援をしたいということ、悩みを解消したいということで、子育て支援隊事業というのを、計画しております。9月以降はまた麻原、久島というように交互にやってまいります。今日は雨がずっと続いていたので、皆さん家の中での遊びばっかりだと思いますので、今日は予定を変更しまして、中でしっかり体が動けるようなプログラムに変更してやっていきました。で、普段0歳から3歳ぐらいの子どもさんがいらっしゃるので、プログラムというのがなかなか組みにくいんですね。だからその日の皆さんの様子に合わせて、少しずつプログラムを組み立てながら進めています。たまたま休みなんで初めて、こういった機会がないんで、なかなか、楽しくやらせてもらってます。ですね、最初はなかなか固まってたんですけど、後半はだいぶ乗ってきました。その他の方にもですね、たくさん出席していただいてですね、公民館に集まっていただく、公民館に子どもの声が聞こえるというのが非常に私たちにとっても、喜びでございます。現在出席していただいておる方からも、呼びかけをしていただいておるんですが、多くの方に出席していただきたいと思います。よろしくお願いします。